日々笑顔で有田市に貢献します。頑張ります。後悔のない人生にしたいと思っています。で、いつでも周りには味方がいてくれるということを忘れずに生きていきたいと思っています。みんなへの感謝を忘れず、大会で日本一を取ります。最高の恩返しをします。頑張ります。気持ちを忘れず社会に貢献します。頑張ります。やっぱり両親に感謝を伝えたいですね、はい、体やっぱでかいんですけど、育ててくれたのも親やし、自分寮入ってたんですけど、それの寮費とかも全部しか払ってくれてサポートしてもらえたんで、そのことを感謝したいです。今相撲やって、それで大学4年までには全国で優勝したいんで、2年間の間の夢です。絶対日本一取るんで見ててください。お父さん、お母さんと、あとずっと小学校、中学校、そういうの先生方といっぱい一緒に遊んでくれてる友達です。一緒です。なんで将来は、この教員目指してます。そうなんです。まだ決まってないんですけど、もし一気のために頑張れたらと思います。思います。仕事を頑張りたいと思います。お願いします。まあ、今年の目標はやっぱ20歳になったということで、お酒を飲んでいきたいと思います。まだ19歳ですけど。年収1000万いきたいです。かっこよくなれたらいいと思います。僕は情報系のシステムエンジニアになりたいなと思います。まあ、人の命を助ける仕事になりたいと思ってます。お父さんとお母さんに伝えたいです。ありがとうと伝えたいです。とかありますか？看護師になりたいです。なんか患者さんから一番必要とされるような存在になれたらいいなと思っています。はい、やっぱ親に伝えたいです。僕は家事とかも全部してくれて、僕私立行ってたんですけど、そういう学費とかも全部払ってくれて、で大学も行かせてくれて、やっぱありがとうっていう気持ちでいっぱいです。じゃあ僕は10年前の自分に感謝を述べたいです。まあ、10年前に思い描いてた自分とやっぱ今違うんで、やっぱそのなんていうんですかね、周りの影響に及ばされずに自分の選んだ道を進んでこれた自分に感謝したいです。父親みたいになりたいです。今のはい、父さんは一応会社やってるんですけど、やっぱり自分で稼いできて家族養うっていうのすごいなと思って、そんな感じになりたいと思ってます。人の役に立てる人になりたいです。遊びます。社内はもうみんなに。将来の夢は看護師です。育ててくれてありがとう。まあ、親に伝えたいですね。まあ、育ててくれてありがとうという感じですね。まあ、感謝ですね。まあ